これはアイス多めで。アイスってこんぐらいが限度ですか。すいません、無理。どうぞ。いろいろとごめんなさい。ちょっと今日は大関投手のパフェを作りにやってまいりました、はい、こんなにちゃんとやると思わなかった。そうですね、好きな食べ物なんですかって言われて、チョコレートアイスと白玉って言いました。チョコレートアイスと白玉はマストで入れるパフェを作っていこうと思うんですが、はい、なんか心配されてることがあるんですよね。白玉とチョコレートアイスが好きなんですけど、合わせたら美味しいのかどうなんだろう。食べたいな。美味しいかもしれないです。僕はめっちゃ好きかもしれないです。これがダメだったもの成立しないこの先4段階あって、それぞれ上にこう乗っていくので、どれを乗せるかを選んでもらおうと思います。ホイップクリームを乗せるんですけど、それをチョコ味がいいか普通のホイップがいいか、うん、どっちがいいですか。僕はチョコレートですね。みんなホイップなんですけど。で、その上にシュークリームかチョコケーキをどっちかを乗せます。チョコケーキで、その上にチョコレートチップか、はい、ベリーかアーモンド、はい、これはなしかなって感じですね。どっちがちょっと多くなっちゃうとか、これが合えばこれがいいし、ちょっと喧嘩しちゃうんだったらこっちもいい。最後にチョコレートソースかココアパウダーかきな粉。はい、チョコレートソースですね。あ、ここまたチョコレート。そうですね、これにかけるんだったらちゃんとやるんですね。これに作ります。はい、いただきます。どうですか。不安ですけど、なんか美味しいです。僕は白玉がちょっとぬるめじゃないですか、常温なんで。なんでアイス多めで冷たさが勝った方が、アイスをちょっと多めにして、あとは普通に同じ量でみたいな、まあ、白玉は常温で良さがあると思うんですけど、アイスクリームもっと増やして、アイスの冷たさを白玉でちょっと中和するぐらいの方が、ちょっとまだ常温が勝ってるんで。もう試してたりしますか、他にも。もう、あれですか。福岡ってチョコレートアイスが少ないんですよね、売ってるのが。コンビニとかでもチョコレートアイスが少ないんですよ。どれぐらい入れますか、ホイップ。ホイップは愛してばこのぐらいが限度ですかね。まだもう一個ぐらいよね。もうちょいですか。もうちょい。チョコレートケーキ。そうですね、ケーキを何個とか、1個。まあ、1個だと嬉しい。ですよね。好きです、僕は。白玉が一番下にあるんですね。僕だったら毎回頼むと思います。チョコレートアイス美味しいですね。チョコ好きな人はぜひ食べてほしいなと。ごめんなさい、全然すいません、無理。そうそう、申し訳ないです。いろいろとごめんなさい、ちょっと昨日食べて美味しかったんですけど、夜寝るときに思い出して、白玉上の方が美味しそうだなと思って、ち
ょっとお願いして言うだけ言ってみようと思ったら、あのすいません、なんかパウダーどうしましょう。ココアパウダーがいいよね。白玉上にしたらチョコソースじゃなくてパウダーの方が美味しそう。いや、わかんないですけど、うまいの、はい、で、ここが白玉上バージョン。あこれ美味しそうですね。こっちっぽいな、やっぱり白玉上ですか。食べていいですか。どうぞ。これで決まりました、はい。いちごとココアパウダーと白玉の組み合わせがすごく美味しいと思いました。昨日ちょっとベッドで思いついちゃってちょっとうずうずしちゃって昨日からまた一晩考えて白玉を上に乗っけるバージョンで決まりました。よかったら一度食べてみてください。美味しいと思います。